そのためにどんどんふやかして、溶けやすい状況にしてしまう。それなら染色とかお見せしましょうか。染色ライナー、どこつくか溶けるかもついてます。なので、これがなくなるまで加熱すればいいです。だから火加減は私がちょっと強めにしましたけど、あまり強くね、沸騰させない方がいいので、弱火に落としました。それで、混ぜながら、もうね、これぐらいでいいと思います。もう最近、ありませんので、必要以上に熱くしないで、お塩を使って、これ、ちょっと温かいぐらいになってます。それがまた大事で、卵に少し熱が入ります。で今日は皆さんが見やすいようにガラスのボールでやってますけど、ステンレスのボールでやると比較的早く冷えていきますね。はい、はい、で大事なことは、ガラスのボールが冷える。どのくらいまで冷やすかっていうとね、今日の冷やすのもあるんですが、はい、これなら新色でしょう。でもうしばらくかかります。もうちょっと冷やすので、こちらになります。はい、皆さんちょっとお見せします。こんな感じで分かりますか？分かります。はい、そしたら、ヨーグルト、プリンヨーグルト 50g でしょ、はい、とろみ加減が近い方がどんなになりにくいんです。はい、こんな風にしてこういうのでとろって冷やしたらプリンヨーグルトで、でもしこの思った以上に冷えすぎて硬くなった時はね、湯煎に当てて少しね、緩くすることになる。だから硬くなりすぎたなと思ったら要するに冷えすぎたってことですから、もう一度火にかけたり、場合によっては湯煎にかけて緩くして、それで合わせるんですね。はい、で、あとは器に、今日この器ですと4つですけど、4人皆さんの器ね、お持ちでしょうから、その器に合わせて上に黒水がかかるので、今少し余裕を持たせて、で、冷蔵庫で冷やし固めていきます。はい、そしたらね、上にかけるぐらいの黒水です。分量の水が入ってますね。はい、そのままどんどん入ります。もし卵焼きのことは必ず刻んで入れてください。はい、で、この砂糖だけの黒水も美味しいけど、ちょっとこれ強すぎるので、私は少しこのグラニュー糖で水が溶けすぎるので、少しこう柔らかくなるようにしてやります。はい、で、砂糖を混ぜて煮詰めながら、時間にしたら弱火中で1分から2分ほどなんですけど、はい、その加減によって多少変わってくるので、今の時間に煮詰めるのが大事ですね。はい、先ほどから煮詰めるとちょっと泡がね、煮汁を持ってきてるんですね。はい、で、一回ちょっと火止めます。こういうとこの状況が分かりますね。で、今ちょうどいいかなと思えば、少しかゆいかなと思います。はい、で、これを粗熱を切って冷やすと、もうちょっと硬くなるので、はい、思ったより煮詰まってなると思ったら少し難しいしてね、もっとできなくてもいいです。はい、で、それでこれを粗熱を取った後、焼いていきましょう。焼かせるか。そうですね、いい方です。簡単に焼いてますね。はい、これをね、必ずかける前に固まったらどうか確認ですね。もちろん作りやすい状況ですから、お好みでかけて、はい、もっともっとご協力いただくといいです。それでは材料のもらいです。4個分の材料です。豆乳、粉ゼラチン、卵、砂糖、プリンヨーグルト、水、白砂糖、グラニュー糖で作りました。もう私見てるんですけど、分量を作ってくださいと考えて、今日はフランス豆乳プリンをご紹介しました。ぜひお試しください。6月号はご自宅のためにあったりします。
ストランのシェフ、毎朝畑を見てその日のメニューを決めるという。市場の友人に蜜蜂が愛されるぞ。今日も皇居の周りではランナーの皆さんが汗を流しています。今日暑くないですか？